カタールワールドカップでクロアチアに PK 戦で負けたことを受けて、日本サッカー協会は PK 戦に関する強化にすでに乗り出しています。ちなみに PK 成功率は世界的に平均して 70% ですが、カタールワールドカップでは全試合を通して成功率は 58% と如実に低いデータが出ています。このことからも PK は運では済まないほどキーパーの技術が上がってきたと見ることができるでしょう。日本サッカー協会の反町康晴技術委員長は、 PK に関してはいろいろ研究がなされ有意義な論文もかなりあると早速研究したそうで、その上で次のようなデータを紹介。PK 戦で主審の笛が鳴って3秒以内にボールを蹴る人は5秒以上かける人より外しやすい。キッカーの順番は遅くなる方が外す確率は高くなる。フル出場した選手の方が失敗しやすい。など7つの分析結果を紹介しました。これらのデータを踏まえて反町委員長は、今回日本の選手は誰もゴールマウスの上3分の1に蹴れなかった。もちろんクロスバーに当てたり大きく吹かしたりするリスクと隣り合わせではあるが、敗北の責任がかかるよりヒーローになれる状況の方が選手を前向きにさせるのだろうと分析しています。そして日本サッカー協会としてもアンダー18日本代表が臨んだ親善試合で試合結果に関係なく PK 戦を実施したとのこと。他にも海外遠征で日本から PK 戦を要望していくといいます。しかしこのような特別な取り組みをしなくても PK 戦に強い選手はいます。そこで今回は歴代日本代表で活躍した PK 職人を紹介していきます。まず日本人の PK 職人といえば外せないのがリアルガチャピンこと遠藤康人。遠藤は2009年にアジア年間最優秀にも選ばれています。日本代表出場回数は歴代1位。その輝かしい記録とともに印象的なのが彼が PK 戦で繰り出すコロコロ PK です。力を込めて蹴る選手が多い中、ゴールキーパーの動きを最後まで見極め反対側にコロコロと転がすキックが特徴です。キーパーの裏をかくシュートは他の選手からも一目置かれていて職人技と呼ばれています。遠藤によると膝から下の足がどちらに傾くかを見ているとのことです。 J リーグでの PK 記録は34本中30得点を挙げており、驚異の 88% の成功率を誇っていて歴代1位の得点数となっています。FIFA クラブワールドカップジャパン2008では元オランダ代表のファンデルサールからコロコロ PK を決めたことが印象的です。 J リーグ歴代 PK 得点数で1位に輝いており、フォワードに譲っている場面も多い中でこの得点数はすごいです。遠藤はコロコロ PK は途中で止めていて、その理由について、なんかね途中で飽きたというよりもっと確実なのを見つけたから、キーパーの手が届かないサイドネットにスピードのあるボールを蹴れば大概止められへんという境地に至った。もうそうなるとキーパー云々じゃないよ、どう動こうが関係ない、ズドンと行けばいいだけやから。最近は基本的にずっとそれ、そこに蹴れる技術と自信がないとできないけどねと確実な PK の方法を公の場で話していました。ぜひ日本代表選手にこの方法を伝授してほしいですね。結局は成功法が一番確率が高いという結論ですね。コロコロ PK はカタールワールドカップでもメッシが得意としていましたね。並外れた動体視力とメンタリティ、キック技術がなせる技と言えるでしょうが、メッシは最後まで動かないタイプのゴールキーパーにはコーナー上隅にズドンと蹴っています。ゴールキーパーのタイプや状況を見て蹴り分けるのが最強かもしれません。浦和レッズで J リーグ創成期に人気選手となり、サポーターからはミスターレッズと呼ばれる愛称で親しまれた福田正博。PK 職人と称されるきっかけになったのは1995年に J リーグ発足以来日本人で初となる得点王を獲得した時に遡ります。なんと32得点のうち14得点を PK によって挙げて得点王に輝きました。その後も遠藤に次ぐ歴代2位となる PK で26得点を決めています。PK 成功率は 76% と決して高くはないですが、自らペナルティーエリアで仕掛けて PK を得ることも多く、 PK の印象が強い選手ですね。福田氏は PK について、一切ゴールキーパーを見ないようにしていたとコメントしています。その理由は、駆け引きするタイプではない、外した後に引きずらないためにもゴールキーパーは見ないとのことです。 PK には答えがないと思わせるコメントですね。守備的なポジションならどこでもこなせるマルチなユーティリティプレイヤーで、直接フリーキックも得意だった阿部勇樹。阿部選手が日本一の PK の名手と称されている理由は誰もが驚く成功率。 J リーグの試合で蹴った20本中20得点を挙げていて、成功率は驚異の 100% です。浦和レッズではエースの興梠慎三にキッカーを譲ることも多かったので、全部蹴っていたら遠藤の記録を抜いていたかもしれませんね。PK までもつれ込んだ南アフリカワールドカップパラグアイ戦では後半81分に途中交代でベンチでしたので、キッカーとなることはありませんでした。岡田監督にこの阿部の PK 成功率のデータが入っていたら歴史は変わっていたかもしれません。選手としてだけでなく、今度は解説としてサッカーファンを魅了するサッカー界のカリスマ本田圭佑。
ワールドカップで日本人最多得点記録を持つ本田は、特に代表のプレッシャーがかかる大舞台での PK が印象的です。プレッシャーがかかる場面で自らキッカーを志願して決めてみせる頼もしさがあり、コースもど真ん中に自信満々に蹴り込む姿が印象に残っている方も多いのではないでしょうか。ブラジルワールドカップ出場を決めたオーストラリア戦での PK もど真ん中に蹴り込んでいましたね。大舞台での PK に必要なメンタリティを最も持ち合わせていた選手だったと言えるでしょう。日本代表では8本中8本成功させていて、海外リーグでも PK キッカーを任されていました。AC ミランではど真ん中に蹴って止められたこともありましたが、代表で 100% 決めているのはさすがに持ってる選手ですね。ホンダはカタールワールドカップでの PK での敗戦について、 PK は運じゃないっていう見方はそりゃそうなんですよと PK について言及し、誰かが蹴る以上は技術も駆け引きも関わってきますよね。でもキーパーさえ両方トップレベルであれば、ボールを強くさえ蹴れれば、アマチュアが代表を任せることができるのも PK なんですよ。それは120分では起こりえない。もしかしたらキーパーが一流なら、高校選手権で優勝するチームがブラジル代表に PK で勝つということもあると、技術も必要ですが運の要素が強いとクロアチア戦の日本代表を気遣うコメントを残しています。日本代表得点ランキング55得点で2位のキングカズこと三浦和義も PK は得意でした。 J リーグでは19本中15得点で PK 成功率は 79%。 日本代表における PK での得点は歴代最多の9ゴールを記録しています。PK は成功率だけではなく、この人なら外しても仕方がないという気にさせる選手なら、外しても心理的ダメージがチームに少ないという側面もあり、カズはその点でも PK のキッカーを任されていた部分もあると思います。キックに関する技術が高く、基本に忠実にサイドネットに流し込むのがうまいですね。成功率も高く、カズも PK がうまい歴代のレジェンド選手と言えるでしょう。カズはカタールワールドカップでの PK での敗戦に関して、ここ 2,3 年は僕も全体練習の後必ず PK 練習をしていたけど、練習と本番は違う。いざワールドカップの大舞台で蹴るとなると重圧もかかるし、親善試合で感覚をつかむことは大事と、 PK に関しては日頃の練習と大舞台とでは全く別物であることを示唆しています。 PK の練習と同時にメンタル強化の訓練も必要ですね。 PK 職人といえば、ヴィッセル神戸や東京ヴェルディ、ヴァンフォーレ甲府で中盤の底のゲームメーカーとしてプレーした林健太郎を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。林は実はコロコロ PK を遠藤より先に行っていた選手だったようです。遠藤同様、ボランチのゲームメーカーというところも面白い共通点ですね。 J リーグでは15本中14本決めて 93% の成功率を誇ります。キャリアの中で日本代表としての出場試合数は2試合のみで、持ち前の PK のうまさを発揮する場面はありませんでした。このようにリーグ戦でのみの PK 職人では、ワールドカップのようなプレッシャーがかかる場面でいつも通り決めることができるかはわからない部分はありますね。そう考えると、大舞台で PK を蹴ることは相当貴重な体験ということだということですね。J リーグ最多得点記録保持者で、川崎フロンターレで得点を量産した野生のストライカー大久保嘉人、2016年時点 J リーグで PK25 本中21得点を記録し、 84% の成功率を誇る大久保は、助走からゴールキーパーとの駆け引きを始めて、先にゴールキーパーを倒してから蹴る方法が多いですね。海外でのプレー期間が多かったことを考えると、かなり PK 得点数が多い選手と言えるでしょう。外すときはゴールキーパーが最後まで動かなかったパターンが多いです。 PK の際はゴールキーパーの動きを外すことしか考えていないとのことです。シュートが抜群にうまい選手なので、たまには普通に蹴った方が成功率は上がったかもしれませんが、器用な選手だったことは間違いないですね。2015年の J リーグ松本山雅 FC 戦で PK を外した大久保氏は、別に大したことないです、 PK なんて運だからとコメントしています。 PK は運だというのは、気持ちの切り替えという意味ではすごく大事な考え方ですね。ストライカーということもあり、大舞台でのプレッシャーにも強そうな印象を受けます。大久保嘉人に次ぐ J リーグ得点記録2位の興梠慎三、鹿島アントラーズ、浦和レッズ、コンサドーレ札幌と渡り歩き、今シーズンは再び浦和レッズに戻った大ベテランのストライカーです。2018年に PK でシーズン2得点、2017年は4得点決めていて、2022シーズンも PK で1得点決めています。キャリア通算では19本中17本を決めていて、成功率は 89% とかなり高いですね。助走でタイミングをずらして蹴る直前に止まるふりをする蹴り方で、ゴールキーパーを先に動かしてからのシュートが得意技。完全に止まってしまうとやり直しになってしまうのですが、ギリギリファウルを取られない助走でのフェイントは興梠ならではの巧みの技と言えるでしょう。2020年のシーズンの終わりには PK でシーズン10得点を決め、 J1 で9年連続2桁得点とし、自身の持つ J1 記録を更新。その際、昔は阿部ちゃんが PK を蹴っていて若い僕に託してくれた、自分ももう若い人に託そうと思っていて武田に蹴らせようと思った、ただそこで彼が外したとしたら彼に責任がのしかかる、そう思ってやめた、チームメイトがああやって僕にプレゼントをくれたのかなと思う
と9年連続2桁得点達成のために PK を託してくれたことに感謝をしつつも、いつまでも自分がキッカーでいいのかと思い悩むジレンマがあると明かしています。試合で PK を打つ機会はそう多くはないので、若手世代の PK 向上のためにも確かにいつまでも上世代に任せっきりではいけませんね。いかがでしたか？遠藤康彦、阿部勇樹は他に蹴りたい選手がいない時に蹴っていた印象なので、自ら志願して蹴っていたらもっと PK 得点数は増えていたでしょう。ワールドカップでの PK 成功率はユースより高校サッカー出身選手が高いとのデータもあり、高校サッカー選手権のような注目を集めるトーナメント方式の大会を経験していることがメンタル強化につながっているのかもしれません。皆さんは印象的な PK キッカーはいますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。